横浜港未来21プライムギャラリー港未来自動車ショールームがある建物西側プライムギャラリー港未来は神奈川県横浜市西区の港未来地区にある商業施設不動産会社の岡田ビルが開発を手掛ける自動車ショールームとその他の商業店舗からなる2階建ての商業施設で建物は港未来大通りに面している 2014年4月4日に開業した、高級施設ではなく10年間の暫定施設となっている。自動車ショールームとして3つの輸入車ブランド、ポルシェ BMW ミニを展開している。中でも BMW は国内最大級のショールームとなっている。また、サービス工場も併設しており、各ショールームのサービスカウンターにて該当ブランド車の修理やメンテナンスを受け付けている。 なお、BMW のショールームでは、正式開業に先立って、2013年10月より、港未来店を横浜市磯国にオープンしていた。その他の商業店舗として、1階には、新士服の青木、2階には、家具、インテリアのニトリが入っている。当地ではもともと、独立行政法人都市再生機構から土地を取得した森本によって、オフィスビル、 コンカード港未来が計画され、2008年6月に着工した。しかし、同年11月に森本が民事再生法の適用申請を行ったことで、基礎部分の工事などはすでに一部終了していたが、そのまま開発が中断された。以降、工事途中の状態で2年近く放置されていたが、2010年9月にはフードテーマパーク、 自由が丘スイーツフォレストなどを手掛ける岡田不動産が土地を取得し、以下のいずれかの計画で2011年3月以降に着工すると発表した。2012年には MM43 バイク計画として体制建設が基礎工事部分の埋め戻し作業を行っている。そして2013年3月に岡田不動産の関連会社である。 岡田ビルが自動車修理工場の新築申請を横浜市に行い、同年6月には大成建設の施行でようやく2階建ての暫定商業施設として投資施設の着工に至った。営業に関する詳細は各テナントの公式ページを参照。港未来地区の43外区には投資施設だけでなく北側にも開発区画があり、この区画では神奈川大学が 新キャンパスを2021年に開設予定であるまた、投資施設の開発事業者である岡田ビルは、同地区の59マイクでも、ホテル、集合住宅、商業店舗からなる27階建ての複合構造ビル、プライムコースと港未来を建設している。ありがとうございます。